あなたの周りに説教を毎日受けているという人はいませんか？説教を毎日受けた子供は、人の顔色が異常に気になってしまう、本音が言えない、常に不満を抱えている、といった心の問題が起こりやすいと言われています。そして、説教をすることは、マルトリートメントと言われ、脳の形が変形する可能性や、不良や暴力団にある危険性もあります。説教をしすぎると、叱られないために、嘘をつく子になってしまう可能性があります。皆さんは説教をしないようにしましょう。